ボクシングしてて最近思ってることが、まあ、シャドウとかでよくジャブ、ボディっていうのを結構はシャドウやったら見るんですけど、ちょっと実践とかマスとかになってきたら、これやってる人ほとんどいないように感じてるんで、まあ、ちょっとこの当て方とか、まあ、ジャブ、ボディだけじゃなくてその前のパンチ、いろんなパンチとかちょっと解説していきたいと思います。まずボディの打ち方としては、まず普通に遠いんで接近戦と同じようにボディ打とうと思ったらこの距離なんでそもそも届かないんで、ちょっと僕の場合やったらもうこの時点でちょっと前に出てもらう、もう体が前に出てもらってそのままボディをもう完璧に肘とか伸ばしたままで拳だけしっかり返してもらってこの状態でボディを打つ感じで、この手からパンみたいな感じで、まあ、結構もう全部伸ばしてもらって、で上体だけしっかり危ないんで相手のまあパンチの外に出るような感じで出るような感じでパン、これ結構理想な形なんですけど、まあ、この時にはもうしっかり力抜いてもらって、もう脱力してもらって、でもう当てる時にパワーじゃなくてスピードで、結構離れてるんで結構この距離のボディって大概の人が警戒してないんで、強さよりスピードでポンって当てたらこれだけで多分ボディは効くと思うんで、まあ、とりあえずスピードを意識してもらって打ってもらいたいと思います。でジャブからのボディのコツなんですけど、結構ジャブ打って一回戻してからボディやと思うんですけど、もうこれはジャブで打って相手の目線をもう隠すような感じで置いといてもらって、先に根元の腰とかを持っていってもらう、でからもうそのまま腕は下ろしてもらってバンって打つような感じでやってもらったらスムーズになると思います。一回始まっていいですか。サスコの方がやりやすい。前に体重を乗せて、これぐらいの距離ですか。そうですね、はい、もう自分が当たるなと思うギリギリの距離から、うん、もう言ってもらったらいいです。結構いい感じに打ってもらってるんですけど、結構ジャブがちょっと早い気がするんで、もっとの方が早い、はい、ギリギリまでもう隠しておいてもらって、ちょっとナギとバソンってやってみて。お手本を。でこんな感じで結構もう自分がもうギリギリ当たるなっていう距離ぐらいで打ってください。でこのジャブボディじゃなくて他にちょっとずっとこれやってたらさすがにバレるんで、この後にワンツーってみたい。ワンツーもこの時しっかり打つんじゃなくて、もうなんか上体ずらしてダメだけど、とりあえずこの辺はスピードを意識して、もうなんか流れで打つような感じでやってもらっていいです。感じで、まあ、2打った時にはしっかり外に出る意識をしてもらったら次のボディにつながると思います。